くお願いします。今日は、はい、バレンタインに絶対にチョコをもらえる10の方法を紹介します。 10個は多いよ。急に企画変えたね君。まあなんか好きな人かは分かんないけど、そのとにかく自分がチョコを好きですっていうアピールをめちゃくちゃする。毎日安いチョコ食べる。そう、安いチョコ食べる。ああ、なるほどね。じゃなくてチョコチョコずっと取れてていいチョコをあげたいって思う。 あの人チョコ好きなんだなっていう印象を持ってます。みんな思ったらめっちゃ初歩的なことだけど、家を出る。まずバレンタインの日に家にいたら絶対もらえないじゃん。まあそう、外に繰り出すっていうの。今年金曜日だよ。金曜日だったらさ、金曜日だったらだって学校もあるし会社もあるし、学校もあるし会社でもらえるのはいいね。これ金曜に渡さんかったら15、16、17でしょ月曜日、うん、そうそう、絶対もう渡さんから。渡さないね。金曜は絶対会社に行け。家を絶対に出て人に会う。うん、いや、うん、とかは、うん、高校が、うん、男女比がもう9割女子みたいな感じだったの。うん、だからバレンタインデーになるとさ、やっぱみんなさ友チョコとか買って持ってくるね。持ってくるじゃん。だからついでに男子もさ仲いいからさ、うん、男子にもチョコさ、だから友チョコとしてあげちゃうのよ。女子の比率が多いところはいいんじゃないかな。多い学校に行ってバレンタインのために3年間をそのために選ぶってことでしょ、学校。でも3回来るもんね。3回もらえれば元取れるみたいな。3回来るから、しかもさそれ結構な量もらえるね。じゃあ普通にさめっちゃ初歩的なとこやけど、うん、チョコ絶対もらえる方法って彼女とかがいればもうもらえるやん。基本絶対もらえるね。彼女を作る。でも彼女いない人でもチョコ欲しいっていう意見が多いと思うんだけど、うん、そうなると彼女いないんだよねって言っちゃう。逆にね、うん、全然アピールしてる人もいいですよって言えないんだよねっていうの、それめっちゃあるかも。誰にももらえないっていうか、うん、渡してもいい立場なんだなっていうことをまず確かにね、アピールする。彼女がいる男にはちょっと渡しにくいし、ね、そうそうそう、嫌だ。バレンタインに合コン開こう。え、持ってきましたっていう人絶対いる。嫌だー。リアちゃんはしないよな。本当に嫌だ。そういう嫌だはしないと思うけど、例えばご飯に誘うとか、うん、遊びに誘うみたいなのは一個としてありかも。確かに、うん、その機会を設ける。私もしその例えば付き合ってなくてもちょっと気持ちがある人にそのバレンタインにちょっと誘う、そのご飯で、まあ、そうだから絶対持ってった方がいい気するもんね。そうそうそう、もらいたかったらあげる先に。海外ってそうだよね。そうそうそう、日本だけだよ女性から渡すっていうのは。うん、絶対にもらえるよそれは。絶対、まあ確かにもらえるな。それお返しくれなかったらもう諦めた方がいい。女兄弟を作る。全員も男の兄弟だったらどうするの。お母さん女の子産んでっていうの無理でしょ。無理だよね。お風呂屋さんに行く。お風呂屋さんに行く。お風呂屋さんもらえた。この間なんか、うん、韓国ドラマ見てたらお風呂屋さんでなんかプレゼント配ってた。なんかお店に行くとさ、たまにさすごい特殊なお風呂屋さん。お店に行くと、ね、お風呂じゃなくてもお店ってことね。そう、やっぱりバレンタインってなったらいろんなお店でチョコ配ってたりするし、と、うんうん、思ったら絶対1個はもらえるくない。これイベントとかイベントに行く、こうネットで検索する。チョコプレゼントとかで特典特典とかで特典。もう自分から行動することも大事だし、もらえる日だと思いがちだけどもらいに行くっていうことをね心がけたらもらえそうじゃない？そうだね。この自分だけでこうやってなっても絶対に無理っていう。そうだね。だけど誘ったりとか、それギリチョコだったのね、友チョコだったとしても。とにかく人と触れ合うこと。そうだね。あとね、チョコ好きアピールね。甘いもの好きですよっていうアピールする。学生の時に小学校の時なんだけど、うん、なんかさ絶対にモテる子ってさ、なんか2人クラスに2人ぐらいはさ、なんかいたり、ちょっとタイプの違う子で優しい感じの子とかっこいい系みたいな。でも絶対にこいつもらえないんだ、こいつももらえないって感じだけど、もらえないんだろうなっていう子にはなんかあげちゃってた、キリで。この子もらえなかったらかわいそうだなって思って。それ優しいから、なんか違う。そういう子ほどお返しがすごいいいんだよね。ちゃんとしてるからね。そうそう、女子も結構気にしてるんじゃない？なんかそういう人をもらえなさそうだからちょっとあげようかなって。優しい子もいると思う。いや結構でもあげてたよ。なんかギリチョコもしっかりあげてたし、本命チョコもあげたことある。え、その差は差をつけるの？ギリの差はつけるのやっぱ。でも過酷な味するのよ。え？なんか本命だけにあげたらもういかにも本命ですってなっちゃうから。ちょっとサイズ感違うの？基
気持ち的には違うよ。だからラップもちょっと変えてみたりとか。あでもなんかその方面の子はなんかもうチョコくれるんでしょっていうアピールがすごかったなって、うん、だからこっちもしょうがないからあげるよっていう気持ちだけどちょっと本命も混じってるみたいな。でもやっぱそのアピール大事だよね。アピール大事だマジ大事だと思う。それだとあげやすかったのすごい、うん、まあしょうがないそんな言うならじゃああげるよって、まあ、本当にとにかく皆さんアピールをしてください。そうだね、はい、きっともらえますね、はい、素敵なバレンタインデーを過ごしてください、はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、しゃべちゃんでした。バイバイ。